野村誠の広島よく発見。今週は家族がもっと近くなる素敵な事業を調査します。家族愛。その事業とは3世代同居近居支援事業。小学生以下の子供がいる世帯が広島市内に住む親元の近くに住み替えて同居近居を始める場合、市が引っ越し費用などの一部を10万円を上限に助成するという制度です。小野さん、この助成を受けるための要件を教えてください。まず出産予定を含む小学生以下のお子さんがいるということです。そして引っ越し先は親世帯と同じ小学校区、もしくは親世帯の家から直線距離で 1.2km 以内であることが条件です。なるほど。他には？令和2年度に引っ越しを行うこと、そして必ず住み替え前に申請をする必要があるので注意してください。また受付は先着順で、今年度は120件を予定しています。それではここでクエスチョン。助成を受けるのにもう一つ大切なことがあるのですが、それは何でしょう？ 1. 戸建ての家に住むこと、 2. 町内会に入ること、 3. 県外から引っ越すこと。県外か。俺は新型コロナウイルスを含む感染症対策として、こまめな手洗いと他人に感染させないための3つの咳エチケットを行いましょう。新型コロナウイルスの最新情報は広島市ホームページをご確認ください。小野さん、クイズの答えをお願いします。この制度は地域活動に積極的に参加し、将来の地域コミュニティの担い手になってくれる方が増えることに期待をしています。ですので住み替え後に町内会自治会に入り、活動や運営に積極的に参加する意思があるということが条件になっています。なるほど、それも大事ですよね。実際にこの制度を利用した平木さん一家にお話を伺いました。平木さんは今年度に制度を利用して引っ越されたんですよね。はい、引っ越し費用の負担が軽くなりましたし、子供たちもおじいちゃんおばあちゃんに会える機会が増えてとても喜んでます。うちは共働きなので保育園のお迎えなど本当に助かっています。そっか、一緒に子育てできるのは魅力的ですよね。家族がそばにいるってやっぱり素敵ですね。3世代同居近居支援事業の申請書は広島市のホームページでのダウンロードや区役所の窓口で入手できます。この機会にぜひご利用ください。ザ・広島ブランド認定特産品の中から黒大味噌を抽選で3名の方にプレゼントします。番組ホームページからご応募ください。次回はリニューアルしたレストハウスを調査。